955神楽を語ろう。どうもゆうちゃまです。ライトと同じぐらい明るいキャラクターですよね。神楽、怖がりな部分もあり控えめな性格なところもある。いつも誰かにへばりついてるような、そんな神楽。そんな一面もあるのですが、イマジネーションはかなりのパワーで、ピンク色の戦士の中で、スーパー戦隊の中だと一番強いんじゃないかと個人的に思うんですよね。何年か前にスーパー戦隊のスペシャル番組みたいなのがありまして、スーパー戦隊最強バトルっていうね、番組は放送されてたんですけど、歴代のレッドが何人か登場する中、レッドの中に紛れて特急5号、ピンクのね、戦士がね出演してたんですよ。で、久しぶりに神楽の登場に嬉しく感じてたのを覚えてます。レッドばかりいる中で一人ピンクっていうのがね、なんか異色な感じがしてね、たまらなかったですね。レッドが絶対的な強さじゃない、ピンク色の戦士の強さっていう感じがしていいですよね。神楽は変身のアナウンスも可愛らしく、はーいっていうね、気の抜けた、どこかなんかそんなゆるふわな感じがするんですけど、戦う時はちゃんと切り替えて、時にはなりきって戦う、そんな姿が好きでしたね。またいつかね、そういった形で戦隊で客演してほしいです。テンヤーズアフターとか特急じゃ個人的にね期待してるんですけど、もうやってくんないかな。お願いです、偉い人たち。この動画をもし見てたら多分見てないと思うんですけど、考えてもらえるといいかと思います。特急じゃファン多いですからね。ぜひ特急じゃテンヤーズアフター待ってます。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。